どうもやすです。今回は新加入選手だけでイレブン作って試合してみた、やっていきたいと思います。新体制も発表されて背番号も決まっていよいよシーズン始まりました。清水エスパルス、こちらの一戦をお届けいたします。いや本当に楽しみですね、今シーズンは。ですが今雨が降っていますね。今日はサポーターの皆さん、雨を避けながらの観戦となります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではスタメンを発表していきたいと思います。日本代表ゴールキーパー権田選手、左サイドにコリチーバ FC から来たブラジル人ウィリアム・マテウス、センターバックは大分トリニータのキャプテンも務めていた鈴木選手、レンタルから復帰した乗り合いがエリック選手、右サイドバックにセレッソ大阪ロティーナの申し子片山選手、中盤にサガン鳥栖から来たオリンピック代表候補の原輝樹選手、横浜 FC のスピードスター中山選手、そして清水ユースから昇格した鳴岡選手、フォワードはトップに長身の指宿選手とポルトガルのサンタクララから来たブラジル人ストライカーチアゴ・サンタナと北九州から来たテントリアレレ選手。本当に豪華なスタメンで、これで去年のスタメンが一人もいないっていう、どんだけ競争が激しいんでしょうか。今シーズンはセンターハーフやフェンシブハーフが飛び込んでいく2列目からの飛び出しですよね。そうなってくるとさあ始まります。頑張れエスパルス。原選手から片山選手、そして中山選手からチアゴ・サンタナ、おチアゴ・サンタナいきなり打つか、いきなり打った、おナイスシュート。さあそして片山選手からのクロス、指宿選手ヘディング、おーしークリアされました。そしてスローイン、おウィリアム・マテウス、マテウスいった、レレでも、レレ選手、一度はゴールキーパーに弾かれましたが、詰めて、エスパルス初ゴール。いや、素晴らしいですね。ディサラ選手、権田選手も喜んでいます。いやー、レレ選手、本当、楽しみですね。すごい期待高いですよね、レレ選手は。さあ今シーズンも得点を取ってくれるんでしょうか。クレバーなプレーだったと思いますね。さあサンフレッチェの攻撃、さあ繋がるか、やばいやばいやばい、あ決められた、なんだよ、ジュニオルサントス、去年も横浜で中山戦で決められましたけど、広島同点に持ち込みました。スーパーゴールを決められました。さあ右サイドスピードスター中山選手からクロス、イブスキ選手、あ外れた、サントス、うわまたピンチピンチ、うわやばい、お50番の鈴木選手のケツブロックです。いやー楽しみですね、鈴木選手も。さあ前半終了、後半開始、うわっ、抑えない、やばい、うわっ、権田選手止めた、うわ右手一本で止めました。さすが現役日本代表ゴールキーパーです。さあレレ選手からウィリアム・マテス、左サイドを駆け上がった、クロス上げるか、クロス、あーお、まだ繋いだ、レレ、ゴホホ、弾丸ショット決まりました。レレ選手の今日2点目のゴール、19番、いやースーパーゴール決まりましたね。無回転、
左利きのストライク。ここで本田選手に代わって永井選手入ります。これを繰り返せばいいと思いますね。さあまたエスパルスチャンス、中山選手いった、クロス、チアゴサンタナ、ダフった、うわピンチピンチ、あ永井選手止めました。そしてまたエスパルスのチャンスか、お指宿選手いった、1対1だ、決めろ、あお出した、おっチアゴサンタナ決めました。また電話しています。指宿選手のおしゃれなアウトサイド、そしてカンフーキック、解消しました、おめでとうございます。いやー今シーズンのエスパルスめちゃくちゃ楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。